野球評論家の長保操氏が31日、スタジオ生出演を予定していたタレントの関口博氏が司会を務める TBS 系、サンデーモーニング、日曜、午前8時、を欠席した。関口は1987年10月4日の放送開始以来、およそ37年間にわたり司会を務めてきたが、この日で番組を降板。関口のラストに同番組のスポーツコーナー、週刊ビョイケン版で2000年から21年12月1回までレギュラー出演してきた長保氏の生出演が予定されていた。しかしスタジオには野球解説者の牧原博士己氏と上原博士修氏が登場。これに関口は、本来は今日、長保さん来てくれるはずだったの、と切り出し、腰痛で来れなくなっちゃった、と欠席理由を説明していた。ネットの声、昨日、の不思議発見が38年、今日の三もには番組が終わるものではないものの、関口さんが37年、本当にお疲れ様でした。いつかは終わりがあるものの寂しいですよね。前場さんはいつまでやるんでしょうかね。ベテランで、堂々たる司会ぶりなので、それなりに楽しめるような気がします。報道特集のような良い番組にしてほしいと思います。最後まで見てたけど最後なんだからお疲れ様の意味も込めて花束用意して開ければいいのに誰一人花束持ってこなかったし、来週からの MC の人も花束持ってこなくて片手握手って誠意ないなぁ、って思ってしまった。いろいろ批判もあったけど37年やってきたんだから最後言わねえ。上原さんが最後あったれって言って、たのが救いかな。関口さん長い間お疲れ様でした。長保さんの、お得意のリモートでも出演されていたら、と寂しい気持ちです。でもお体の不調なら仕方ないですね。昨日の不思議発見の番組終了でも花束贈呈がなかったですし、TBS はあまりそういう対応をしていないのでしょうか。視聴者としては少し寂しくなりました。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。